何があったか知らねえけど運がいい。一番の脅威が血まみれになってる。死んでるよ。至近距離から雷槍の爆発を受けたんだ。外傷以上に。逃げられたぞ。しまった。おい、逃がすぞ。え、あっちに誰かいる？ご安心ください。あれは人畜無害の死に損ないです。もう追ってはいなくなったよ、リヴァイ。みんな巨人にされたけど、君だけ生き残った。どうしたもんだろう。私たちじゃジークを止められないだろうし、アルミンやピクシス司令に託すしか。例えばエレンがジークを裏切っていたとしても、イエガー派が脊髄液でこの島を支配するなら、私たちは一生この島のお尋ね者。いっそ二人でここで暮らそうかね、リヴァイ。リヴァイ、獣のクソ野郎はどこだ。起きなくていい。ジークはイエーガー派とシガンシナクへ向かった。それから半日ほど経ってる。ヘマをした。奴に死を選ぶ覚悟があることを見抜けずに、また逃がした。このまま逃げ隠れて何が残る。何を作ってやがる。あれで俺を馬で引こうってか。蚊帳の外でお前がおとなしくできるはずがねえ。俺の目的はジークを殺すことだ。あんたたちとは利害が一致する。テオマガとピークフィンガー。リヴァイア・カーマン、九つの巨人に引けを取らない強さを持つらしいが、そのざまでどうやって俺の弾丸を避けるつもりだ。弾は避けられない。だがこのざまを敵の前にみすみすさらした。撃つか効くか、あんたたち次第だ。おそらくは王家の血を利用するためにエレンに取り込まれている。いや、始祖の巨人に。とてつもなくでかくて、どうにもできなさそうなことは分かってる。だから我々はやるしかないんだよ。みんなで力を合わせようってやつを。生きたまま引き渡せって。うるせえな。車力が。飛行艇を確保するにはそれしかない。人から暴力を奪うことはできないよね、兵長。人から暴力を奪うことはできないよね、兵長。あれじゃ二人とも出航準備まで持たないぞ。だから言うなって。奴らを止めねえと鉄の塊に人参食わせようとするぞ。そんな、まさか人参買ってる。おい、離れて歩くな。お前は特に。あいつら目立つなと。あれほど。おい、お前らもこれ食ってみろよ。そこの僕、甘いキャンディーはいかがかな。うん、かっこいいね。ちびっこギャングかな。おい、
それはお前の財布じゃねえぞ。ストリーだ。このガキ、またじゃ帰国の移民か。どうやってここに来た。船に紛れ込んできたんだろう。言葉が通じてないな。海に放り投げるってのはどうだ。いや、右手をへっしょってやろうぜ。二度とスリができないようにな。何や気になってるからだ。悪魔の血がその辺に紛れてちゃ夜も眠れたもんじゃねえよ。おい、あんた何をしている。誰がスリだと言った。俺はお前の財布じゃねえと言っただけだ。このガキの姉貴の財布だってな。いやあ、複雑な家庭なものでね。ね、お姉ちゃん。ああ、弟がご迷惑をおかけしました。ふざけんな、そんなデタラメ。行くぞ。おい、待て。あのガキどこに行きやがった。あそこ。まあ、東人からもらった小遣いだしな。それが帝国の衰退とともに彼らが国を追われる立場となり果てたのです。これが壁の外でのエルディア人の現実。ヒストリアと生まれてくる子供たちを犠牲にするしか。ああ、もちろんそんな未来を迎えないために私たちはここにいる。とても危険であること。依然憎むべきは島の悪魔どもに他なりません。忌むべきは100年前よりあの島に逃げた悪魔。その後彼から届いた手紙には、幸せに生きていけるように。